ありがとうございます。ほぼ最後尾になりました。はい、52番です。ありがとうございます。はい、もうあの作戦一つも使えないの。52番です。はい、ゴン2です。始まってる、回ってる、もしかして。いや練習かと思うじゃん。勝利への方程式、え、勝利への法則、ということで始まりました、勝利への法則、この番組はですね、読んで字のごとくとなっております、私ですね、前回も、お邪魔しました、チャンピオンアネックスさん、今回は4月の6日と、前回は3月の6日に来て、積もったか積もれてないかよくわからないですけど、とりあえず浮いて帰ったと。今回は確実に積もりに、確実に積もり、もう前回ので傷分かったんだよね、多分ね、3台から4台ぐらいの並び、しかもそれ全体系みたいな島じゃなくて、絆2台と鬼浜みたいな、そうなんかね、打ち数だと思うんですよ、ポイントはね。僕はもう前回それを掴んだんで、今回はね、そこを狙っていきたいなっていうことで、いろいろ機種のここのまたぎ、ここのまたぎ、この辺じゃないかみたいな、まあ、昨日の夜からね、いろいろ考えてたんですけど、抽選番号は52番ということで、まあ、座れないよね、多分、まあね、前回も積もれるチャンスあったんですよ。実はもう空いてる6を目の前通り過ぎてたんで、今回なんとかね、なんとか一矢報いたい、あの勝ち負けっていうよりは、あの積もりたい、積もれるよ、エナでも積もれるよっていうことをお見せしたいということでですね、頑張って、高設定積もっていいとこ見せたいなと。もうね、子供2人いるんでね、パパ高設定積もったよなんて帰って言いたいなと。絶対言わないですけどね。あとは、この後積もる秋山の勇姿をご覧ください。一旦 CM です。 CM ある？ないね、ないね。よし、さっき常連さんに聞いたらガロとかも入ってるって言ってた。ガロの6積もりましたって話も聞いてるんですよ。だからどこ入れるっていうか、なんか結構まんべんなく入れてるんですよね。寝台あるんですよね。アイムとファンキーを増大したんですよ。え、俺の真面目な話いらなかった？さあ、絆番長ゼロリゼロはどうでしょうね。はい、絆はダメです。真ん中だけ空いてんのかな。あ、取られてるよね。番長ゼロもダメで、リゼロあ、ダメですね。前回と全く一緒ですね。もうやることがない。なんか打った方がいいですよ、多分朝一並び考えたら。で、隣の騎士考えたら、モンハンって考えたらこっちの方がいいよね。だからどっちかっていうと、あの角に押さえてとりあえず打ちますか。さあ、ということで、前回はね、朝一様子見から始めたんですけど、なんとなく前回の流れ、まあ並び系で、前代系っていうよりは騎士またぎで並んでるパターンだったんで、あればいいなっていうことで、モンキー、まあ残念ながら僕入った時点で他の台を選べるあれはなかったんで、絆とかリゼロとか番長ゼロとかその辺は全部埋まってたんでね。まあ秋山お得意のあれなんですけど、当然設定狙いしたことないんで、モンキーターン、今ちゃんと調べましたよ。どうやらね、ボートの確率にね、設定差があるらしいですね。あと共通ペラが別格っすね。で、あとそんなことより何よりめちゃくちゃ当たるらしいっす。上ははまんないらしいっすね。超バッチャレンジ当選に大きな、設定差があるよと書いてますね。設定1だと、まあ、約 5%、
で、6だと 12.5% みたいな感じですね、ちょっとあのお隣の方が150で当たってるんですけど、これマジでちょっと俺やった、ついにもうじゃしばらく打つことになるよね。なんか飲む、はい、お水をください。金じゃねえ、それなんか飲むって言ったら普通はあのおごってくれるパターンでしょ。普通はバラエティに信頼がウルトラマンとエトタマかなが入ったんですけど、デビルメイクライが全部埋まって、でデビルメイクライからウルトラマンとエトタマっていうその信頼の並びなんですよね。でバラエティはそこが埋まってるんで、どうなんでしょうね、信頼強いんですかね。信頼だとすれば、信頼が強いとすれば、実はね昨日あのジャグラーとか増大してるんですよ。ジャグラーだったらまだ打てる可能性はって思ってるんですけどね。とりあえず300超えますね。隣は150で当たって、AT 終わって次が天国ね。いやだからこれ俺も追いついてほしいのよ。したら全然あるじゃんってことになるから、ダメなんかこれ、めちゃくちゃダメじゃん。隣だけ強くてなんてことないよね。今あの上のデータ機では338なんですけど、これ下は383なんで A 点を目指してます。まあでも 100% 超えないっていうことではないはずですからね。リゼロも朝一 A 点だったけど6でしたみたいなね話は聞いたことありますから。はい、625です。いやすげえ続くな、引いたんじゃない、引いてないね。あ、100でかい、745、でかい、こんなことある、赤、それ赤になるよ、だって800超えてんだもん、845、絶好調だぜと。金です、はい、やめていいのかなこれ終わったら。とりあえず当たったってことですね、ありがとうございます。使いは12本、12000です。上のゲーム数で、397ゲーム、黄色、これも負ける布陣じゃないですか。チャンスアップあるかな、ないよ、チャンスアップ、チャンスアップないね、これは大変ですね。はい、はい、ゆりかランプ消えて黄色が出てきました。黄色って奇数だっけ、黄色は高設定したです、はい、とりあえず申し出します。はい、でも一回あの僕の友達のスロミックエイキ君ってことを、ね、雑誌の企画で設定狙いしたんですけど、朝一600ハマった時点でもうやめてくださいって言われたんだよね俺。いや VS 当たるやつですね、やっぱり助かった、追加投資1本ですね。93ゲーム、まあ上で言うと95ゲームですね。追加投資1本、総投資、13本、1万3000で、助かりました。で導入ムービー、これ普通のやつですよね多分。一回あの僕の友達の戸田正信君が高設定打ってたんだけど、なんか全然 AT 伸びなかったって言ったんだよね。そういうのもあんのかな。チャンス目、弱チャンス目、よいしょ、お願いします、ここ超えてください。超えたね、赤までいった、レインボーズ、
レインボーって何すか。100ですね。はい、弱チャンス目で100乗りました。ラッキーです。10とそうでしょうね。こんなになるっけ。あー最後決めきれずと。30、最初の10プラス30で40乗ったってことかな。30、ごめんね、また肩強いだけって書かれるわ。うわー隣250、いやちょっとこれ俺やめらんないんじゃないかな。俺のもうちょい稼働はあれだけど、今お隣 SG ラッシュ突入画面になってますけど、上のデータ機で250なんですよね。初当たり軽いんですよね。え、ちょっと2回目にしてちょっとマジでやったか。これ抽選52番でよかったの？もしかして。あーこれはどうでしょう。はい、畜生。ユーリカランプが消えな、消えたと。ということで、5セット1231枚いただきまして、メダルが青ですね。絆ね、絆は3台出てるんだよな。ここがどうなのか。でも初当たり軽いか。絆は、503、45ですね。503、504、505、出玉感もある感じかな。番長ゼロはみんな打ってるけど、まあまだ出玉的にはリゼロはどうなんだ。みんな一撃で出てんのかな。リゼロ、これが弱 AT かな。でも初当たり240の640か。なるほど、ハイエナする。今常連さんとお話ししたんですけど、並びっぽいのはまだ見えてないんで、もしかしたら並びとかじゃないのかなみたいな、見方ですね。まあ、あとは席戻ってから詳しく、こと細かに丁寧にお話しますけど、ここ？いやでも動いてる。バラエティのファンキーが意外に出ちゃってるところ。で、エトタマの可能性もある。あ、でここはやめてないですね。なるほど、なるほど、なるほど。いやーこれちょっと見えてこないな。並びがあるとすればっていうのが今のところ見えてないですね。ちょっとジャグラーはちょっと全体的に稼働がいいから、ほぼフル稼働なんで今のところちょっと分かんないですけど、他の島はちょっと分かんないです。だから僕のダムどうしていいのか分かんないですよね。あの設定狙いって毎回思うんですけど難しいんですよ。で今回も何もつかめないまま帰りそうな気がします。とりあえず頑張ります。さあということで、とりあえず、隣の様子、あとは僕の台がこのもう一回ね、400超えるかどうか、この辺見つつなんですけど、一周回ってきて、まあ、あんま見えてないんですよね。だからまあ逆に2の矢でチャンスはあると思うんですよ。で一応常連さんにお話聞いたら、絆の503番台はなんかめちゃめちゃ強いらしいんですよ。でもその常連さんね、絆打ってて、その強いでの隣に打ってるらしいんですけど、ちょっと自分の台が弱いだよねみたいな感じらしいんで、ってなるとそこ並びじゃないのみたいなね。とにかく難しくねっつう話なんだよ。はい、何かがつかめそうだと。でも380なんで
やっぱ厳しいですね。ね、隣のモンキーも今上のデータ機で600超えてるんで A なんですよね。で深いとこ持ってかれてんのか。ってなると次どこへ、いやマジでどこへ行っちゃおうぜ。もうここ超えればあるね。ああ行ったね。おい、567ですね。懲罰出てきちゃった。6の1かな。当たってしまいました、懲罰で。569です。あ、青島ですね。ちょっといいやつじゃないですか。さあ果たして 1,2 を否定したら何なんでしょう。緑からスタートですね。緑からまあトップルーキーもないってことだね。こっからでこれもないからそれ以外ね。いや懲罰出てきたけどさすがに2回はきついでしょねえ。2回、あでも今ちょっと当たったとこ分かんねえけど、2回 A はまずいよね。弱チェ乗ったね、ありがとう。30でかい。50、あらでかい。弱チェで50はありがたい。そしてこの前兆で行くのか行かない。ガロね、あの僕らというか、まあ、モンキー2台、そしてガロの島なんですけど、この流れでガロ打った人がやめたんでね、並びってなったらここじゃないんかな。これ終わってどうするかですね。本当バブルアーク弱チェスね。弱チェからの、弱チェからのボートからの、20、すごいね。110乗っちゃいました。あ、違う、剛腕発揮することじゃないこの番組とにかく出りゃいいわけじゃないいやもう絆んとこは間違いないでしょ。もうあそこはアヤハーデス、ハーデスですかあーですだとしたら選択肢にも入ってなかった俺。これ難しいですね。ハーデス怪しいってなって、ハーデス1台空いてるってか、ハーデスの並び3人座ってるんですよ。4台だとしたらどっちなんだっていうハーデスかシャーデスかどっちかですね。ハーデス、ハーデス、シャーデス、シャーデスの可能性があるね、これね。うん。いや、わかんないわ。ハーデスはまだなんかね、一回、6打ったことあるんですよ、俺。後輩芸人のあの、ダムダムおじさんの石ってやつからもらったんですけど。それはね、もうなんか、さすがにやっぱ6は、わかりやすいというかね、初当たり軽いしみたいな感じだったんですけど。シャーってどういう仕様なんだろうね。6よいしょ、ありがとう。広瀬君ちょっと業務連絡、箱持ってきてください。嫌だ、
DMM のスタッフの人は何も言わずやってくれたな、こういうこと。あれありがとうございます。いやー、こんな出るモンキーターン打ったことないですよ。ユーリク館ランプが消えました、残念。3セット1059枚、一応これ出てメダルとかはないです。足合わせ的なことはないと、とりあえず一周もあります、はい。ザハーデス抑えられてる。ということでザハーデスが出てて、511、12、13で、シャアも入ってる。隣のシャアどうなんすか、隣のシャアは。ちょっと分かんなくない、素人には難しいな。リゼロが出玉持ってる感じだよね。ここもう2回連続で完走みたいなこと、これすごくない2連続ででも強 AT ってことでしょ。じゃあちょっとしんどいよね、リゼロ。まあ単品はあるかもしんないけど違うんすかね。でバラエティね、前回もバラエティ2種もあったんで、どうなんだろうな、ここが怪しいのか、怪しいというか動いてるところか。あとやっぱり信頼のこれですね、デビルメイクライの角からウルトラマン、あれ信頼ですからね。で横のエトタマ、あれも信頼で、ファンキーもあの増大してバラエティにあふれてきたファンキーなんで、あそこが4台なんですよね。いや、でも見えてきてるようで見えてきてない。とりあえず僕のモンキーは、やめます。2回抜けてるんでね、さすがに絆の島は間違いないですけど、あーやめたわ。シャアかな、じゃあシャアって打ったことないんだよね。かー全然わかんない、何していいのかわからん。とりあえず一旦飯行きますね、一旦休憩ですね。さあということでですね、ご飯食べて帰ってきたんですけども、あの隣のモンキーももう、そうですね、1回600でここも300抜けてやめで、多分絆はどうなんすかね、並びなのかどうかちょっと分かんないですけど、まだね他の並びが見えてきてなくて、まあ、バラエティがちょっと怪しいところが一つで、絆で、あの番長ゼロどうなんすかね、な辺なのかなと。でそこでもう一つちょっとずっと怪しかったハーデスと、そして、シャーデスね、ハーデスとシャーデスの並びで強いんじゃないかって思ってた、ゴンから帰ってきたらハーデスの方が空いてて、でも今常連さんの方からお話聞いたらシャアはちょっと強そうだよっていう話聞いたんで、シャアの横のハーデス押さえたんで、そっちに移動したいと思います。さあということで、2代目、あなたの夫ハーデスで、ちょっとね、初当たりは軽いけど、これね、履歴データ見れば分かるんですけど、初当たり軽いけど4スルーしてるんですよね。で一応設定差のある子役っていうのもあるんですけど、まあ、そんな気にしないですんで、まあ、通常時のダイヤ3連とか、この辺ですね。あとゆるチャレに設定差が多いんだね、キャラとかいろいろその辺あるみたいなんで、ちょっと詳しくないです。1回6打ったことあるんですけど、それも6って分かってもらったんで、まあ、とりあえず打っていきたいと思います。バーサス、アイムとマイジャグ、バーサスと花火、アネモネ、タイバニ、ジャグ、エドダマ、ね、バラエティのね、
と絆でしょ、でシャアエウレカ3オアハーデス、まあそうなるよね、ここなのよ。さあ僕が思ってたのとほぼ一緒ですよ。ただだから絆のとこどうなってんのっていうところ、だから絆とリゼロは単品でなのかなみたいなね、4台とかそういうんじゃないのかなみたいな感じはするよね。あ、そう、絆のところは単品じゃねえかってことね。リプレイ引け、もう引いたじゃん、当たっちゃいました、ありがとうございます、ラッキー、295、いやまだか、前兆か。さあ1回目誰が出てくるのかっつうところですね。はい、300ゲームちょうど、58ゲームから打ち始めたのかな、300ゲームゆるチャレ。とりあえずね、とりあえずゆるせぽねから、赤くださいよ赤を。強気に挟んじゃうよ僕は。これで5連続スルーだよ。ユルクラブ消えてます。いやーこの台これ5連続スルーですからね。もう15時になりますんでね、天井だなこれ。あ、当たんねえもん何引いても。これで555ですね、前兆即じゃないのかな、発動は前兆あってかな。当たりましたと、562ですね。大変な出来事が起きました、天井から。はい、有力艦ランプが消えました。いや、いやどうするマジで、こんなのさすがにないでしょ、ロックスルーなんて。いやでもエウレカも入ってないんだ、エウレカも初当たり2回、いやいや違うか、入ってない。ちょマジでわかんねえ。いやいやさすがにリゼロ、いやでもこれめちゃくちゃ初当たりで完走したけど、その後はめちゃくちゃ軽いよね。ねえ、いやここ怪しいよね。そうなったらやっぱジャグラーもあるもんな。バラエティのあそこはっぽいな。でバーサスはもう前台埋まってて、花火か、花火からのバーサス3台はありえるよね。なるほどなるほど、ジャグラーがここだね。アイムアイム、こっち空いてんの逆に。となるとあっちのマイジャグが3つ目かだから、であと1つ多分並びがあるんじゃなかろうかっていうことを考えると、えシャーンとこしかないんよ、あと1つの並びは。いやエウレカなんかな、いや全然わかんない。
私ちょっと考えます。時間も時間なんで。さあということで、ちょっと時間的にこれ以上追えないですね、この台で、まあ多分ないんで、多分僕の、左隣のシャアから4台じゃねえかということですね、隣まではたどり着きましたので、隣までは、とりあえず一回流して、まあ打てるかどうか分かんないですけど回って、エンディングでお会いしましょう。ありがとうございます。プラスはプラスです。いやちょっと難しい、今回ちょっと難しかったですね。前回よりまあ見えなかったんですけど、今回でも単品でめっちゃ出てるところがあるんで、後から来ても積もれそうなね、上手い人だったら積もれたんじゃないですかね。だってシャア打てたもん、空いてたもん。なんでちょっと現状ではそんな感じ、ちょっと分かんないですけどね。さあということで、実戦の終了しまして、とりあえずですね、僕は、収支的にはプラスになりましたけど、いい台つかめたかっていう話をされた場合はですね、黙秘したいと思います見た人だったら分かるんですけど、つかめてないと思います、分かんないですけどね。ね、ただ、前回もそうなんですけど、まあ、前回も今回も座れるチャンスはあったんですね、ちょっとね今回はあの単品に騙されたって言い方おかしいですけどあの単品で多分ねあの絆も間違いないと思うんですよ、まあ、今打ってるお客さんで絆で間違いないから、そこに、まあ、皆さん並びで行ったら絆単品だったみたいな、そんな感じになってると思うんですよね、でもっていうことは、まあ、僕なんかね抽選悪かったですけど、抽選悪くても全然チャンスあるんですよね。じゃ悔しいっす。なんすか。あまあこれねそうなんですよ、一応なんかね忘れました。アイム2台マイジャグですね、4台並びなんじゃなかろうかっていう、100、618から621、この4台、まあちょっとアイムはねきっちりレギュラーついてたからあれですけど、もしかしたらアイム3台でマイジャグ1台かもしれないし、そして、まあ、バーサスから花火ですね、花火の内角からバーサス3台でもバーサスの角も出てんすよね。並びだとしたら5台なんだよなあそこね。あともバラエティ、やっぱバラエティは必ず1本か2本あるんですね。バラエティ多分あの姉もねで台場にジャグエトタマってあるんですけど、あそこだと思うんですけどね。まさかバラエティに移動したジャグに入るっていう、全く読めなかったですね。でまあ絆はもう早い段階で常連さんから多分あれ6ですよ上ですわっていう話と、あとまあリゼロね、リゼロまあ1個別格で出てる台があってそれかなと。で僕が一番気になってるのはやっぱシャアからのエウレカ31台、これ4台なんですけど、シャア3台のエウレカ3、あれが果たしてどうなるのか、この後ね、それはめちゃくちゃ気になります。そこじゃないとしたらどこだったんだろうみたいな。ただバラエティ掘ってないとこがあるからな、そっちの可能性もあるんですよね。はあなるほど。とりあえずね今入った情報によると、まあお客さんが、お客さんからの情報ですけど、花火とバーサスはもう外れ確認してるということなんで、だからまあ花火1台ここはもう間違いないと。だからそのあとバーサス2台なんかもしかしたら隣の花火の可能性もまだね空いててないことはないと思いますけど、まあ、花火からのバーサス3台かな。これ並び全台系っていうんじゃなくて並びって、これなかなか難しいですね。ただこの並びで入ってるっていうあれで言うと、エトタマとかタイバニとかの高設定打てる可能性があるってことですからね。ね。だ前回はだって哲也が6だったっていう話ですからね。哲也とリノとみたいな。だからどうですかね。本当に番号悪かったら
バラエティ行ってもいいんすよね。バラエティに一時どっかその島に引っかかる可能性あるんでね。うん、まあとりあえずですね、あの並びを意識して、今回も立ち回ったんですけど、まあ、ちょっとね朝一抽選が悪かったんで、あれですけど、朝一モンキーもしかモンキーもねもしかしたら隣の動き次第でって、俺朝一一発で800個行ってんだよね。うん、実はねあそこでやめなきゃいけないんだろうね。うん、設定狙いであればそうでもな、動けなかったしなっていう反省は腐るほどあるんで、まあね設定狙い苦手な秋山ですけど、だいぶその情報状況がね分かってきたんで、2回、もし3回目があれば、3回目があって、そしてそれが他のライターじゃなくて秋山であれば、また今回の反省を生かして抽選が良かったらもうきっとバジとか行った方がいいのかなとか思いつつ、反省しながら、帰宅の途に着きたいと思います。ハデスはこいつが打てって言いました。以上です。ありがとうございました。